北方町は、かつて、宮崎県東臼杵郡に置かれていた町。2006年2月20日、延岡市に編入され、延岡市の地域自治区となった。県北部の山間部に位置し、全国で唯一珍しく、江戸による住所表記を持ち、郵便番号表の並びも五十音順ではなく、江戸のね、う、と、た、み、ひ、さ、いという順番で掲載されていた。 延岡市街地の西、日の影町の東に市、ごかせ川と国道218号が横断する。高千穂鉄道の駅に設置されていた駅名表には、江とのイラストが描かれていた1889年の町村政実施時、北方村は単独で自治体として発足した。自治体内で地域を区分する際、周辺の自治体は、数カ村の合併で発足したため、 従前の村を大技に置き換えることでこと足りるが、北方村には蒸気の理由により大技が存在しない。そこで北方村では伊藤を地域区分として採用することとなった。伊藤を採用した背景には、当時の古町の先祖が、延岡藩の天文測量法であったことも関係している。当時の古町役場のあった地区を今年、おおむね時計回りで今で命名している。 1980年代に町おこしについて話し合われる中で地域区分として監視を用いる例は他地域にも存在するが十二市べてが揃っている例が他に見られないことが注目された。1987年から日本唯一江戸の町と掲げ町内の施設にうさぎ橋、羊橋などを命名した。国道218号には監視大橋、 羊トンネルが存在する。延岡市への編入後は、地区名が大技に昇格した。住所表記は、延岡市北方町川鶴茂682番地のようになる。小学校中学校現在は過疎化により、小学校4校と中学校1校が統廃合され、延岡市立北方学園となる。最寄り空港は、宮崎空港。五ヶ瀬川沿いを、 高千穂鉄道が通っていたが、2005年9月の台風14号の被害により休止し、町内の区間は2007年9月6日をもって廃止された。町役場の最寄り駅は川鶴駅。一般国道県道主要地方道一般県道。ありがとうございます。